チャピ。おはよう。今日はあなた、模試がありますよ。1時間半後には問題を解かないといけません。今日のご予定は？今日のご予定は私、進学模試です。声やば。もう最近なんか変なやつにさ、喉やられてんだよね。ずっと痛い。9時20分からあるので、8時50分に出なきゃいけないんだけど、私風呂入りたいから。やばいじゃん。ちょっと今急ぎ気味。模試が3時15分に終わるので、終わって、なんか勉強会入るらしくて、なんか1週間前の人たちが多いからテスト。今の学校は私立なのでね、ちょっと他の中学校とずれてるんだよな。で、勉強会が1時間ぐらい行って、5時からね、もうやっとだよ、約1週間空いたジムに行きます。楽しみすぎる。この模試は私のゲームがかかっているので、今日も本気で行きます。バイバイ。チャピ、今日は初めての模試ですね。自信のほどは 60% がありで 40% がなし。国語と算数だけじゃなくてね、理科社会まであるらしいから。むずそう。まあ落ち着いて見直しをしっかりして頑張ってね。算数は本当に頑張る。うん、90点以上は取りたい。お80点90点。お頑張れ。うん、皆さんおはようございます。ずっとチャピ洗ってに遊ばれてる。マシュマロパンめっちゃ久しぶり。うん、おいしい。マシュマロパンうまい。焦げてるよ。ついてない。何がいいのあなた、これの。激しい。羽がだいぶ噛みちぎられて何本か。お、いた。やっぱりニュースに。だからシェルターじゃないんだって。遊び疲れて眠くなりました。ラテのお気に入りの場所はタワーの電灯、透明な宇宙船が好きですね。入るの？入りに来た。うん、いやーって言ってる。見て、足。足。ウィンナーが足りないので、魚肉を追加します。こちらですね、レンジにお任せのやつ。配りすぎたらお腹入らんくなるよ。入るよ。最近何でもね、自分でやりたいからね。うまい。美味しいならこっちが簡単だよね。ラテはこの銀の椅子がお気に入りで。あ、じゃあもうその椅子あげる、ラテに。あ、ラテにあげるって。アチャピ見て。そうでしょ。アチャピなんと表しか気づかず裏を解き忘れてたようです。算数の。でも次の教科から1時間目だけだろ、それ。算数は本当に頑張る。
うん、90点以上は取りたい。お、理科社会はどうだった？難しかった？理科社会意外と簡単だった。何こいつ、ここね、ラテの寝床。ラテにいたしました。おはよう。おはよう。おはよう、ラテ。あんちゃんも食べてます。じゃねバイバーイ。バイバイ。バイバイ。いただきます。アチャピもいます。お蕎麦好きのアチャピが来ました。一口食べる。本当に蕎麦好きなんだよね。ねー、お蕎麦大好きだよね、アチャピ。何歳からハマったんだっけ。あ、美味しい。いいね、蕎麦。なんかそうめんは結構するけどね。美味しい。何人ぐらいいた。5、6人。あ、そんなもん。結構いた。失敗は成功のもと。本当それは思う、つくづく。でもすごい集中してたのかもね。隣の人がさ、ペランってめくってるはずじゃん。それにも気づかないで解いてたなって思う。隣の席いなかった。だから前にしか人がいなくて。今日朝からインスタライブパパとしてたらさ、うん、結構あのうちもお気に入ってますっていう子がいて、うん、見てください、ここ。なってちょっとお出かけしてくるね。お昼寝しててね。してくるね。パパさんどちらへ。はい、今から1年間この車に乗ったんで車を交換しに行きます。あ、こんなに寝心地のいい車とも今日でお別れです。お別れ。銀がなんかほら最後になんか足伸ばして満喫してるよ。ママたちはすごく気に入っていたんですが、パパがね、どうしてもね、変えたいって言って。まあ正直言うと、この広さはいらない。なので、必要な分だけの楽しい車を買いました。あと、交換します。意地でも買ったって言う。交換、交換。さあ、どんな車なのでしょう。はい、7人乗りから5人乗りに変わります。もうみんなでお出かけはできなくなりました。その時はレンタカー借ります。じゃあ行ってきます。行きます。最後のこの車でのお昼寝です。リボンがどうですか。終わった生地、うん、すごい、気持ちいいね。気持ちいい、これレザーですね。パッカー。あ、ピッコ。あ、え、充電器。え、あ、中に充電あるんだ。なんとなんと左ハンドルでございますよ。私運転できるのでしょうか。できません。なんかすごいボリュームとか。じゃあちょっと降りるときって。車高が結構高いからね、よいしょって降りないといけない。よいしょ。テレビついた？ついたよ。ついたよ。すげえ。あ、さっきの続きだ。ちょっと待って、ちょっと待って。お邪魔しております。大丈夫でしょうか？あ、でも分かりやすい。バイバーイ。1年間お世話になった車。車さんバイバーイ。あ、でも運転しやすいかも、こっち。バイバーイ。車高が高いっす。やばっ。やばっ。そっち右は大丈夫かい？はみ出てないね。多分初めての左ハンドルです。これ駐車する時のさ、感覚とかも違うね、左ハンドルだったら。うわっ、怖い。かっこ悪いよ。初めての駐車です。怖い。なんで口が尖ってんの、それ。ただいま。せんでいい。二人で寝てたね。元気見えません。ああ、仲良く寝てたのになんか始まった。カミカミしてる。舐めてあげてるし、うっとりしてるよ、それ。ね。
帰ってきましたが、今からママとアキポンはジムです。一つかん、ピヨンポン太郎、行ってくるね。ママとアキポンがジムです。ママちゃんは寝てます。疲れましたな。なんかもうクマがすごい。運動後の疲れと夕方の疲れと。ポンが漫画の本を買いたいと言ってるので推しの子を買いに行きます。いやいいよ、ちょっとママも呼んでみようかな。あれだけあれだけちょっと話題だからね。車に乗りたいがためにお迎えに来た人。推しの子ゲットした人。ゲットできたんだ。あげすぎちゃった。1、2、3、くすぎたい。あなた何してましたか今日。寝てた。寝たい。使ってきたん。うまっ。今日さっシュリカでーす。あんま僕切って美味しかった。いいよ、ママ食べてもう疲れたな。もっと今は食べんでいいよ。ガジってしてば。まあ食べんでいいぞ、フィン。もうやめろ。まだ甘い？うん。もう多分終わりがけだね。うん。追加？うん。疲れたみたい。なんかえらいおとなしくなる。疲れたみたい。痛い斜めだね。なんか服が脱げていくね。秋がさっき読んでて。ずれ落ちて。どうするだって。なぜだ。なぜだよ、登ってる。なって。疲れた。かわいいなぁ、マヨ。中にラテいるよ。セリー大暴れ。めっちゃ元気なラテと。もうさっきからやばいのこの人。ね、エポン。あれ、私どこで寝てるのかしら。こんな感じで休みだったんだ。